先着番内先着ね、混んでる、すごい、そのコケがすごい、お湯が湯河原のお湯を発信してるんですね。うーん、お、万葉クラブって書いてるね。万葉クラブ、あ、これ向こうがあるだね。バーベキュー。これ何ができるのここは？これあの先着番台の施設から公園に。ああ、先着番台か。空いてるんじゃないの？今日は。でもどうでもないか。日本的な感じだね。あ、上はなんかあれ、火の見櫓みたいなのが。いや、2階が一番混んでる。あ、そう。もう完売だって、完売。ラーメンも完売。すごい、どこも完売。どこまでやってる。どこもやってるね。どこも完売でございますよ。あ、ここやってるね。高いね、5000円7800円恐ろしいね。あ、そう、ここが市場駅、はい、2階はこっから上がるな。江戸通り東門、そういうも和風な感じが。あ、荷物置き場か、これ。さ、これもうなんか全然空いてるね。なんか思ったより空いてますね、今日はね。お、両替所ある、両替所。これ両替するの、ここで。これ両替じゃないでしょ。あかんねえ。ここ混んでる混んでる。これ何並んでんのこれ。あ、柿や。え？桜の。これ何？あ、これたい焼き屋じゃん。あんバター400円。あ、ここ。あ、2階ね。あ、銀だかもある。ああ。これは普通じゃない？ねえ、600円か。松茸。お、出た松茸。兄とって亡くなったんやけども。亡くなったね、確か。あ、これか、深川屋。あ、そうかそうか。パン屋。あ、ここね。はい、パン屋クラブに来ております。築地神楽寿司。パン屋クラブじゃなくて、先着番台。先着番台ね。先着番台2月にオープンになりました。はい、電気が入ってきましょう。はい。あ、じゃあ、This one。 Yeah, this one, yes。 ありますね。あ、パンフレットね。待っとこう。でも、もっと入らんのよね。
はい、中村指導だね。うん、うん、どう珍しいのかわからんね、別に。深川というとね、深川飯だからね。あ、完売ではコロッケ、でもあるけどね、コロッケがないんだ。2個で600円、2個で600円だそうです。こういう包丁とかでね、丸竹ね、ね、あ、うなぎがいいな、うなぎ。あ、うなぎそんな高くないね。高いけどな、まあ。いい匂いだね。いい匂いがする。あ、マグロカツバーがいいんじゃないの。高いな、1380円。まあ、だけどまあ、高級バーガーだね。ああ。ああ、大黒天。ああ、こういうやつね。メンチカツ1個が600円。こう並んでんだね、これ。あ、これか。ここは多分ここだけしか並んでない。これもちょっと気になる。ああ。カキや。マグロ串。はい、ということで今撮りますけどね。どうぞ。カフェ、あ、ゴーカフェね。後ろはカフェでございます。まあ、江戸時代って感じだね。来ないで、これかまたこ、かまぼこのたこ焼きみたいなのかな。来ないで、これおでん、塩おでん。アラバガニ、うん、1000円。あ、マグロが当たりゃいいけどな。腹が減ってきたね、腹が。どうする、ハンバーガー。ハンバーガー、ハンバーガー。この中もあるよ。うん、お腹入ってますか。フードコート、うわ、ここも混んでるな。すごい混んでる。すげえ混んでるね。ここもめちゃくちゃ混んでる。あ、このお寿司屋さんとかね。お酒。いや、これやっぱり平日でこんなに混んでるから、やっぱりあれだね。思ったらやっぱすごい混んでるね。生田さらば、1万8000円。あ、100円おつまみ、つまみみたいな。ああ。気に入ったらここで買えるらしい。あと試食のような感じなんだね。マグロカツ、これは美味しいのかな。あ、そうだね、お酒飲むしたらいいね。オイスターね、いいチェーン。あ、フードコート考えいいね。フードコート。ああ。ちょっと。急筋肉。あ、さっき向こうから来たところだね。立ち飲みなんだね、これね。立ち食いか。芋松。あ、マグロバーガーか。1300円ですよ、これ。山中風、山内風。あ、
考えてみるか。もうこれ終わりでしょ、2回。何、今回行く？最近。そう、じゃあ3階に行きますよ、3階に。あー、こんな感じね。あー、こっち行こうか。あ、ラーメンとかね。うん。そう。次第、あ、これやってみた。ああ。ホルモン丼。あ、ポキね。ポキ丼。はっきり。ポキ丼がするか。こっちがもっと高いと思う。うわ、6000円。すげえな、ちょっと最初とこ6000円ですよ、丼。ああ、こっからね。1万8000円。すごいね、工程食べたいね。ラーメン安いんじゃないの、ラーメンは。ラーメンいくら？あ、安いのはそうだね。このやつでいいけどな。まあ、1400円。ネギトロで950円か。梅、あー、寿司な。サーモンとか、まあ、確かに梅は安いけどな。でも量が少ねえで、量が。でもな、ネギ取りとか食ってもなって気がするしね。すごいね、このポケが。ポケ、ポケがすごい。あ、終了か。うわ、でも美味しそうだね。あ、まあそうだね。でもこれだけ食える、カニも食えるんでしょ。あ、マグロカツもあるじゃん。最終入店だって。これはちょっと良かったね。すごいね。食べてる人もいるか、いないの。何を食べたい？ハンバーガー食べたい。ハンバーガー？うん、おー、で、ハンバーガーで。マグロバーガー。なんかずっとマグロカツバーガー食べたな。そうそう、これ。あれ、マグロカツバーガー？そう。うん。マギの方が。マグロカツバーガーと、なんかちょっと、魚のさ、塩いっぱい買いたいな。マグロナゲットもご用意してもらってよかったら。はい、ね、スケマグロ特製の甘いタルタルソースを召し上がってください。マグロナゲットもおいですね。世界初の天然レアマグロカツバーガーです。まあそうだね。これかな。これもいいね。じゃあハンバーガー。あ、でもシュリンプよりはでもこっちの方が美味しいね、やっぱり。そうだね。ああ。はい。お願いします。うまそうだね。どうぞ。
どうぞ。じゃあこれにする。これ。ペンネルマグロカツバーガー。うん。単品で美味しいでしょうか。ソフトドリンクセット、アルコールセットをつけるの。ああ。美味しいです。セットにしちゃおうかな。オニオンリングも。そうだろうね。うん、まあまあどうでもいい。ハッシュポテトがいいか。じゃあ、はい、ソフトドリンクセットでハッシュポテトで。はい。飲み物どうなさいますか。こちらからお願いしていきます。コーラゼロ。コーラゼロで。はい。いや、1個でいいよ。いや、いいよ、いいよ。いいの、うん、いや、俺は、うん、これの単品でいいよ。単品、飲み物いらないの。あ、飲み物はい、じゃあ単品でこれ一つ突っ込んでくる。マグロカツバーガー。雨かみました。1分、10分、半日で、マグロこれがつくんだよね。うん、そうだね。ちょっレア感はないね。うん。ちょっと原因がさ、ボリュームあるね。あるから1300くらいでも好きじゃない。半分さ。うん。あったのがもっとあったんやろ。あ、でも、うん、これレアで、レア。三脚バンダイ。全然吹いてるじゃん。吹いてきたね。吹いてきたね。吹いてきた。
ます。いやー今食えんな。マグロ食ってまたマグロ食うんか。あ、別にこれは焼いてるわけじゃない。あ、炭火もあるんだ。生の赤身だって。はい。これな。アシュウ。何これ写真機コレクション前来たんだっけ来てないの、うん今から週に入ります。すげえ混んでる。まあこんなもんどこ入ったらあと向こう行く。その景色のいいところに行かないといけない。向こうか。ここじゃめっちゃいい。僕行くわ。まあ確かに景色はいいね。景色は最高です。足湯に来ております。あ、ここに行きたいんだくれ。うわすごい。うわ足湯 こっち側に座らないとこう見えないんだね。そうだね確かに。でもこっちの方が混んでるんだねやっぱり。あ、ドア開いてるじゃん。湯河原温泉でございます。湯河原のお湯を運んでいるそうです。ここの景色いいじゃん。ここの景色がいい。うわ怖いね。でも怖い怖い怖い。あ向こうはあそこだね。はい、ということでございましてですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。一応ね、お持ち帰りっていうのはないよ。ない。自己責任。すごい、うまそうだね。うまそう。焼いたの、ね、頼む。あ、一本ずつしたの。そう。あ、そう。はい。うわ。オートロケットしてるんだよ。どうやって持って帰るかだよ。確かに腹に入れて持って帰るわけにいかんね。僕写真だけ撮らせて。これも。なるほど。あ、それも買った。プロ二重作戦で。ありがとうございます。
げえな。せんべい超えるのすごいね。これもあるね。ね、せんべいを買いましたよ、せんべいを。何でも買えますからね、800円ですよ、せんべい。先ほどの中トロが800円、せんべいも800円。おっちょろちい魔のね、こういうとこ行くと財布の紐がね緩むって言いますからね。財布の紐緩みっぱなしでございます。いや、ということでございましてね、今日は築地、築地じゃないや、豊洲ね、豊洲はですね、先客ご案内をやってみましたんでね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。豊洲でございます。まあすごいね。何あれ、なんであんなダブルデッカーみたいなのがある、イギリスでもないのに。